おはようございます。ベトナムニュースホストの小森優也です。アシスタントの三上奈美です。今日もベトナムをもっと身近にをテーマに、経済から生活情報まで急成長中のベトナムの今に迫ります。すごいですね、洋服が尽きないですよ14回目なのにまだ洋服があるっていうのがすごい。その大体普段から買う洋服がすごい安いので、はい、なんか旅行に出るタイミングで、脱ぎ捨てて新しくなんか1000円ぐらいの洋服買って、なるほどなるほど。じゃあそうすると洋服をたどっていくと、はい、どこを旅行したかが分かる。あ、そうですね、これスリランカです。なるほど、はい、ということで今日もやっていきます、はい、ウィークリーベトナム。ベトナムのハノイノイバイ空港はトランプ米国大統領の受け入れ準備完了、はいはい、いよいよ来週ですね、はい、どうなるんでしょうかね楽しみですね。ちょっと国がざわつきそうな、ざわつきそうですね1回目のシンガポールの会談の前はなんかキム・ジョンウンが調子乗ったことを言って、はい、でトランプがお前ふざけんなマジぶっ殺すぞみたいな感じになって、でそれで1回会談キャンセルと思いきややるみたいな、そういうね茶番をやってくれたんで、ね、なんかちょっとプロレス的なプロレス的な茶番があるとねもっとね面白いんだけどね茶番劇やってくれるとこうもっとベトナムをアピールできるじゃん。海外メディアもさ毎回ベトナムでやるかやらないかみたいな記事になるからね、そういう茶番期待しております。トランプさんキムさん、はい、ホーチミンの警察が2週間の捜索の末ひったくりを逮捕ね、ひったくり好きでしょ。三上さんのためにこの話題取り上げましたなんかもう私が乗っかりそうな記事ですよね。そうすごいよね、2週間経って逮捕ってね。そんなにでも頑張ったよね。なんでそこをその執着してできたんですか。あの携帯でね写真撮ってた人がいたらしい。なるほど、うん、素晴らしいですね、頑張ってるね。だからね街中にねカメラいっぱいつけたらねみんな逮捕されるし、そしたらひったくりがなくなるんじゃないですかっていう。よろしくお願いします。お願いしますハノイの地下鉄線メトロが4月に開通予定。運転開始当初は利用促進のため運賃は無料になる予定。おめでとうございます。いよ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 メトロ開通。あ、そうね、ホーチミンじゃなくてハノイが先に開通ですね。そうですね、やっぱりハノイの方がなんとなくいろんなことの動きが活発ですね、そうですね、何でもハノイ1番ホーチミン2番ですね、はい、なぜだかわからないですけどまあね、やっぱハノイの顔立てないといけないからねっていうのがあるのかもしれない。普通ね、あの都市って人口が500万人超えると地下鉄作るんですよ。だから香港、台湾も500万人超えるタイミングで地下鉄ができて、ベトナムって1200万人になるまで地下鉄ができてないでしょホーチミンって、まあ、ハノイは800万人かだからこれで地下鉄で渋滞が解消されるのかっていうのが楽しみですね。そうですね、っていうのがまともなコメント。台湾男性が振り込め詐欺の疑いで起訴された。被害額は 2.6 ビリオンベトナムドンであった。台湾人がいてベトナム人の子分抱えて、うん、よしお前らあそこに電話してあの親父の金を持ってこいっていうね、はい、すごいね、外国人の台湾人がベトナムでの振り込め詐欺を仕切ってたっていうすごいですね。そう、アメリカがベトナム産マンゴーの輸入を許可。申請から許可まで10年を要した。ちなみにね、ベトナムの輸出の2割はアメリカ向けなの。あ、だからアメリカってね結構大きな貿易相手なので、今度トランプさんが来てまた、そうですね、ちょめちょめしてくださいベトナムのトランプさんちょめちょめしてくださいどういうことですか。え、仲良く、はい、仲良くしてください、はい、視聴者からの質問です。ニュース番組で小森くんと映ってるあの女性は誰ですかという質問来ました。僕もね、なんて答えればいいのかね、いつもね困るんでね、あの正しい答えを教えてください。そうですね、何者、はい、自己紹介、あ、自己紹介タイム、はい、まあ、日本でももともとずっと音楽活動をしていて、あの三上奈美と謎カンパニーっていうバンドをやっておりまして、あのこのベトナムニュースチャンネルの冒頭で流れてる音楽あるじゃないですか、はい、あの音楽もその私の一緒に音楽やってる相方が作った曲で、実はで、まあ、その全然雰囲気は違うんですけど、レトロな感じのちょっと怪しいシュールな音楽をやってますので、たまにホーチミンでもここあのコンサートをやらせていただいたりして、実は日曜日もはい、ライブがあったりするんです。明日ですね。はい、そうですね。リンク貼っといてもらうので、よかったらスッて見てみてください。はい、ということで、
お分かりいただけましたでしょうか。まだまだ分からないですね、はい、リンク飛んで確かめてみてください。よろしくお願いします。以上、ウィークリーベトナムでした。その他ご質問などありましたら YouTube、Facebook のコメント欄にてお聞かせください。続いてのコーナー、教えてもっと深くベトナム。気になるベトナムの話題について日本人経営者にインタビュー。背景や意味合いを知ることでベトナムがより立体的に見えてきます。ホーチミンでラウンジを経営する福島さんにお話を伺ってきました。今回のテーマはベトナムで活躍する日本人の特徴です。どうぞご覧ください。お疲れ様です。お疲れ様です。本日はホーチミンでラウンジノスタルジーを営む福島のぞみさんにさっきの福島みずきさんをちょっと思い出して名前を間違えられるんですよ。びっくりします。僕が OK テイク入れてる時にそういうのが、ね、はい、ごめんごめんごめん。面白いです。このノスタルジアっていつからあるんですか。はい、2年前の1月11日にオープンしました。おー、どういうお客さんが多いんですか。駐在の方、あとはもうご出張の方、うんうんうん、それとあの、のぞみさんが来るのかな、福岡から。へぇー、はい、古めにあのお店があります。はい、ここっていくらぐらいなんですか。ボトルキープ制と、はい、あと飲み放題とございまして、はいはい、で飲み放題だと90分50ドル、はい、50ドルだったら使いやすいですね。そうですよ。それにあのタックス 10% と、はい、サービス料が 10% まあ、まあ、うんうん、と女の子のドリンクは10ドルいただいてます。メールを書いて。そうです。安心の。そうです。メール会計です。メール会計、はい、ぜひお使いください。ノスタルジア。はい。よろしくお願いします。はい。で今日お聞きしたいのは、はい、あの2年間こうずっと店をやってるママさんから見て、はい、ホーチミンで活躍する日本人、ちょっとくすぶる日本人みたいな、その違い、そこら辺をズバッとなんか。でもあの活躍される方はやっぱりオーラが違います。あ、そうなんだ。オーラにも出てます、ね。おはようございます。おはよう。どんなオーラなんですか。私には負けるけど輝く。どうなんですか。もちろんです。僕のオーラどうですか。僕のオーラ。すごい輝いてすごい輝いてます。なんかあれですね、僕インタビューしたかったんだけど、なんか接客されてる気分になっちゃった。そういうお話良かったのかなみたいな。本当や本当や、ごめんね。そう、もうちょっとなんか具体的に、ね、そうですね、具体的に欲しいですよね。そうそう、なんかアドバイスになるようなね。あ、私があの感覚人間なんで、あの割とこう言葉にするのが苦手なんですけど、言葉は多いですけどね。うまい、うまし。やっぱりあの堂々としてらっしゃいますね。あの背筋が伸びて、はい、人の目を見てお話をされて、 あと気遣いが素晴らしい。へー、あのちょっとしたところの気遣い、例えば、はい、団体様でいらっしゃるでしょ、その時の見た感じですね、お客様同士の気遣いですよ。私はもうそれを楽しませていただいてます。へー、そういうことですね。見てますよ。見てますね、見られてますね。はい、はい、え、逆になんかくすぶってそうな人ってのはどんな感じですか。やっぱりですね、愚痴が多いです。そうなんだ。あとマイナス思考というか、はい、最初に否定から入られますね、はいはいはい、お話をしてて、はい、デモが多い。デモって言う必要ないですよね。そうやればいいじゃんみたいな。そう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 。じゃああれなんですね、スキルがどうとか、はい、そのバックグラウンドがどうとか、ポジションがどうとかっていう全く関係ないです。姿勢とかモチベーション、あとは信念、はい、それともうしつこさ。しつこさ。そう、しつこさ。やれるまでやる、諦めないことですかね。なるほど。そう、限界って誰が決めるものでもないじゃない。それを決めないことだと。なるほど。あ、でもそうですよね、うん、考えたらしょうがないですからね。そう、とりあえずやってみる。そうですよ。やったらできちゃったみたいな。そうです、うん、勉強になります。いや、もう私こそ勉強になります、調子いい人もくすぶってる人もぜひノスタルジアに来て、はい、ママにパンとお尻も叩きます。あ、そうですか、はい、ずっと僕お尻のことだと思ってましたね。最初から背中ですよ、背中。そういうこと、はい。ということで今日はありがとうございました、はい、ありがとうございます。なるほど、勉強になりますね。あのママさん自体がパワーありそうな感じだもんね。そうですね。気になる方はぜひお店にも行ってみてください。勉強させてもらいました。さて続いては GoPro と行くダブルウィッシュのベトナム住みますティップス。吉本興業の住みます芸人企画でベトナムにやってきたお笑い芸人のダブルウィッシュ。
実際に住みながら学んだベトナム生活術を GoPro 小型カメラで追いかけました。今回のテーマは余興で使う衣装はどこで借りればいいの。どうぞご覧ください。ベトナムスイマス芸人 WH 慎介です。カズです。あのコーナーですね、はい、ベトナムに住む皆さんが疑問に思うこと、不思議に思うことを WH が解決していくというコーナーになっております。今回は、はい、余興などするときに、うん、衣装を借りたいけどどこで借りればいいの。あーね、ちょっとパーティーグッズとか。そう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 、その疑問にお答えいたします。レッツラガン。この中からだから選ぶってことだよね。すごい量だ。ベトナムには面積がね、たくさんいます。そうそうそう、あと絡まりすぎてね、絡まってる。そう、ね、俺もともと衣装屋さんだから本当わかる。そうや、まあ、俺らもなんか着てみよう。うん、すごい。元衣装屋から選んでると本当当たり前だから。当たり前。本当は頭にあるやつもいっぱいある。回ったりすると思うんですよ。おちゃん、なんかネットで検索するっぽいですね。でこれが欲しい、これが欲しいって言えば、まあ、スタッフの人が選んでくれるのか。いやそうなのよ、まあ、基本的に、うん、外部の人触ってほしくなかった。いやないやん、変わったやつもありますね。なんかよくわからん着ぐるみのやつ、ま、こんなの見たときない。これめちゃくちゃ見るな、このピンクのこれ。何のかわかんないですけど、これとの出会いは何でもない、覚えていただきたいな。あの新年の時にね、お獅子舞をこう走らせたりするんですけれども、その時の前に立って指示をする役のキャラクターみたいな。やるからさ、ほら、ほらできる。借りてみたくなりました。いや、ならないな。まあだけどこういうのも借りる。そう、400円、8万の400円、3 days、3日間。安い、3日間もだって、ね、そんなにね、いらないけど。いや、レンタルでさ、ビデオ借りると考えてよ。1泊2日さ、たまったよ。あ、まあね、やっぱ3泊4日、純新作これでいきましょう。ちょうどいい、うん、はい。え、ここで閉める。ここのお店、気になった方はぜひ来てみてくださいね。そして、なんとベトナムニュース TV がLINE アット始めました。はい、登録よろしくお願いします。お願いします。はい、ではまたね、さよなら、バイバイ。はい、いいですね。なんかあのちょっと変なお面とかも好きで、その、あの謎のお面とかちょっと使ってそうなんかやりたいです。あれでも OK なんだ、三上さん用のお面らしいです。他にも WBC に聞いてみたいこと、ご質問などありましたらコメントメッセージにてお知らせください。 MCV からのお知らせです。テレビ制作会社 MCV では週間20本ほどの番組を HTV で放送しています。日本へのインバウンド番組も手掛けており、毎年複数の番組を日本のメディアと協力して制作しています。ベトナム国内向けマーケティング関連のお仕事のご依頼は概要欄のメールアドレスまでご連絡ください。さて、今週のベトナムニュースチャンネルは以上となります。いかがでしたでしょうか。来週の放送は3月2日土曜日朝10時からです。チャンネル登録もよろしくお願いします。ご覧いただきありがとうございました。ありがとうございました。良い週末を。ウィートウィートウィート。